3歳クラシック戦線が幕を閉じ、そして次世代クラシックへの幕が上がります。アサヒ杯フューチリティステークスのスタートです。さあ飛び出した17頭、まずまず揃って飛び出しました。さあ外が行くのか内が行くのか、まず予想されたようにグラニットが先頭です。それから5番バグラダス、その外からは13番鈴鹿ダブル、内を通りまして3番オールパルフェ、どんでん返し、外から行こうというところ、2番ドルチェモア、その内からは1番京栄ブリッサ、外を通りまして7番オーバンブルマイ、そしてその後ろから16番コーパスクリスティ、それから梅結び、外から1頭15番クロムダスク、その後ろ3馬身くらいあって11番ティニア、ミシェラドラータがそのうちにいます。14番ベイベリング、そのうちにダノンタッチダウン、その後ろでやりましょうか。9番西のベストラン、さあ果たしてどの馬が今年の2歳王者の称号を手に入れるのか。ドルチェモアは3番手といったあたり、1番内グラニットが頑張っている。ドルチェモアも追い込んできた。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。グラニットが抜け出した。先頭松山とグラニット、レイベリング懸命に追った。レイベリング先頭に立った。粘った粘った。レイベリングムチが飛んでいる。ドルチェモア、ドルチェモアが2番手1着、レイベリング2着、ドルチェモア。勢いがありますね。1着14番、2着2番、3着12番以上のように確定しました。